はい、皆さんこんにちは。ポケモンカードゲーム銀のメタグロス EX スペシャルパック、こちらを買いましたので開封してみたいと思います。超豪華、色違いのメタグロスの EX カードが2枚、そしてアチャモのカードが入ってます。EX の銀のメガメタグロスなんですけど、そしてガイアボルケーノのパックが3個、タイダルストームのパックが3個ついています。裏面も見てみると、超強力な原始回帰のポケモン EX を入手しようとなって説明ですね、が載ってます。で、開封してみたいと思います。はい、はい、それでは開封しましたので一個一個見ていきたいと思います。ガイアボルケーノ1パック目、マグマック、ヒポポタス、ビブラーバ、EX 出ました。オーロット、弱点の本家、大丈夫、ガイアボルケーノ2個目、ノズパス2段ギル、ホールード2度クイーン、ムジャンボ、近い、はい、ガイルボルケーノさん、これです。イルメン、イルルミで、わかちゃま、モグリュウ、フライゴ、はい、レアカードですね。レーピットボール、はい、え、そして原子グラウンド、はい、原子グラウンド出ました。これこうの方がいいの、え、次タイタルストーム、こっちの方は工夫する、シビビール、
とジョッチ。チョンチ。はい、EX。海洋画。海洋画の EX 来ました。ここいとこ。はい。原始海洋画です。EX 2枚入ってましたね。それにこれとこれで4枚。そうですね。で、キラが1枚。うん。あと残り。海洋がリング。海洋が。このカードをつけているポケモンが原始海洋が EX になっても自分の番は終わらない。ラッキー。リアコイル、電気ジブネ。はい、はい、じゃあライダルストーンの2パック目です。ラッキーはコクーン。コクーン、ビーダル、はい、シンバス、青蹴りのキリンのリフだ、トドセル、はい、そしてモナメタグロスですね。はい、で最後開封していきたいと思います。最後の1個です。エネコ、エネコ、トドグラ、ランタン、ナマズ、そしてハードロックピカチュウ。ハードロックピカチュウでした。今回はレア、レアが1個と EX5 枚じゃなくて4枚。結構いいのが入ってましたね。うん、これにこれを、じゃあ全部並べてみましょう。